アズマヤワ城大城屋灯籠、アズマヤワ城大城屋灯籠は、和歌山県橋本市東区にある灯籠。木の川の渡し場の目印として利用された大きな灯籠で、昭和56年8月28日、橋本市指定文化財第26号に指定された。京都、大阪、堺から、高野山に向かう高野街道は、かつては、久度山町の自尊院から、 町赤道を登ったが、室町時代後期には新しく開かれた、三行辻から南下して当地に至り、木の川を渡って、学文路経由で、高野山に至る道が主流となった。天正十五年には、木磁器用語によって、橋本の名の由来にもなる橋が架けられたが、三年後には、増水により流出している。その後は、船での横あたりが行われるようになり、川北岸渡し場に、 この大乗や灯籠が建てられた。建造は、文化十一年で、無線、横渡りの場を伝える役目を長く果たしてきたが、河川改修のため現在地に移築された。元は、同系の灯籠がもう一気相対していたが、洪水により流出している。題材四面の名文には、阿波国愛商人をはじめとして、京都、大阪、堺の商人、和歌山の川船仲間など、多くの校舎、 信者の城在で建てられたことが記されている。南海電気鉄道高野線及び JR 西日本、和歌山線橋本駅より徒歩9分。ありがとうございます。